よきひと申します。今回は抹茶の商品を集めた、いただきます。まず過去一ぐちゃぐちゃのドンレミの無限白玉濃茶プリン、やばい。あ、でも中は意外とぐちゃぐちゃやけど、お抹茶かも、美味しい。白玉が結構大きめ、美味しかった。美味しかったし、白玉のおかげで食べ応えもある。ローソンのお抹茶ショコラタルト、めちゃめちゃ潰れてる。中に濃いめのモンブランクリーム的なのが入ってる。タルト生地はしっとり系のやつ。思ったより美味しい。思ったより美味しかった。オランジェのイエロー宇治抹茶のプチジュ、結構苦味強めや。もうちょっとクリーム入ってたら嬉しいけど、美味しい。今の井村屋宇治抹茶もちもなかアイス、お餅4個入りや。鮮やかな色、粒あんの味が強いけど、お餅の存在感もある。お餅は結構柔らかめで美味しい。抹茶の渋みも感じるな。私的には粒は合わなくてもいいけど、まあまあ美味しい。味変、タミマのカルビポテトチップス、ギュッと素材の美味しさ、玉ねぎの旨味味、玉ねぎの旨味感じる。玉ねぎの旨味と旨味、美味しい。パスコの国産小麦ずっしりズバー&抹茶フランス、結構あんまり入ってない。お、粒あん、この端っこにしか入ってない。パンもパサッとしてていまいち。セブンの抹茶蒸しパン、ちょっと人工的や。山崎のとろける抹茶串わらび餅、宇治抹茶、あまり弾力はないタイプのわらび餅。ちょっときな粉つけてみる。きな粉、抹茶感はそんなにないな。名前の通りとろける感じのわらび餅、ちょっと弾力ある方が好きかな。まあまあ美味しい。レディーボーディーのご褒美心地、抹茶のティラミス、
うん、まあまあ美味しい。そんなに抹茶抹茶はしてないけど、ティラミスかと言われると微妙だけど美味しい。あんソースの主張が強い。これの濃いね、抹茶生どら焼き、だいぶ緑。ワンと抹茶クリーム、クリームは結構渋めで、あんこで中和されてる味変。山崎ビスケットの厚切り贅沢ポテト、北海道バター味、めっちゃいい匂い、超厚切り。めちゃめちゃ厚切りでバターの味もしっかり、美味しい。一袋 50g しか入ってないけど、山崎のもっちは抹茶チョコ、めっちゃベタベタする。そんなめちゃめちゃもちもちではない。ミスドのポンデリングとかを想像して食べると全然違う。言うほどもちもちじゃないし、ガキもそんなに美味しくないし、抹茶感はないしまあこんなもんやな。でパスコの抹茶&ホイップドーナツ、これで最後かな。抹茶&ミルクホイップクリーム、結構ベタベタする。ドーナツ生地が美味しい。これのカスタード版みたいなやつ前食べたけど、そっちは美味しかった。生地がやっぱ美味しいから、抹茶感はほんのり、でも生地が美味しい。ごちそうさまでした。今日美味しかったのは、最初に食べた白玉抹茶プリンと、ナイス厚切り、美味しい。これめっちゃ通年販売にしてほしいな。では